このね、ピンク色の電動機なんですけど、これが、まあ、今まで従来ね、こういうマキタの 36V のタイプを使ってたんですよ。でもね、これの方がね、はるかに庭で使いやすいんです。それとあと、まあ、農業の言葉なんですけど、草を水して草を取るっていう言葉あるんですよ。で、この1台はまさにそんなやり方ができるんです。まあ、これね、草を水して草を取るって言葉、いろんな意味あるいはいろんな解釈があると思うんですけど、基本的には先手先手を打つということだと思うんですけど、まさにそんな使い方に適した機械です。はい、これね、通販で買いました。ここにも、ね、バッテリー充電器とバッテリー付属のモデルを買いました。実はこのバッテリーはすでに持ってるんですけど、使い回しもできるんですけど、これあえてこれを買いました。ついてるやつ。どうしてかというと、一つはこの値段があまり高くないんですよ。バッテリー付属でも付属じゃなくてもそれほどの値段の差はないんですよ。で、このバッテリーも単体で買うと高いんで、こういう機械だと思って買いました。あともう一つは、やっぱりね、専用、この機械専用の充電器、バッテリーを持ってた方が使う回数増えるんですよ。やっぱね、面倒じゃないんですよ。片付ける場所も仕事用と庭用では場所が違うんで、やっぱり、これ専用のがあった方が使う機会が増えると思います。それと、あとね、これと一緒に買ったのが、このナイロンコード、花形ナイロンコードっていうのがあるんです。これのいいところは、静かなんです。音がね、こういう形で静かなんです。で、このモデルは、この樹脂派がセットになってるんですけど、それとは別に、この、これ用のね、この機種用の、この A68351 っていうナイロンコードを買いました。あとね、このナイロンコードをね、3メーターしかこの中に巻いてないんですよ。だから、これも買いました。で、やっぱりね、これね、これもそうです。音が静かなんですよ。この独特の形してますけど、音が静かなんです。あと、これはね、こういう形でこのまんまつけるんですけど、これわかりますかね？これ、この形。これね、こういう風に回転するんですよ。これね、普通の草刈り機と逆なんです。これがね、大きなメリットなんです。これのメリットは、やっぱりこの飛散物が前方に飛ぶんです。自分の方に飛んでこないんですよ。だから圧倒的に使いやすくなります、これで。まず、これ樹脂葉の付け方ですね。まずこれを付けて、あらかじめこれ締め付け確認してあります。これを。これだけです。これでしっかり締めれば OK です。で、今回はナイロンコードをメインで使っていきたいんで、ナイロンコードの方を取り付けます。ナイロンコードの方も取り付け方は同じです。で、ちなみにね、これ金属刃はつきませんからね。金属刃つけたら大変なことになっちゃいます。回転が逆なんですからね。これはあくまで樹脂波とか、これナイロンコードだからできることなんです。で、このナイロンコードも回転方向書いてありますね。おそらくこれ専用のナイロンコードカッターだと思います。で、こういう形で取り付けます。このハンドルですね。これはコーンを使わないで付けられます。だから、この方向性があるんで、向きだけ気をつけて、よいしょ。ここ、ちょっと力入りました。向きだけ気をつけてね。
これだけです。あとこのねパイプの長さが調節できるんですよ。パイプの長さが調節できるんで自分でやりやすい長さにしてロックすると。あとこの飛散防止カバーね、これ必ずつけてください。あとワイヤーガードっていうのがついてます。それを取り付けます。実はねこれねついててもすごいねこれやりやすいんですよ。あとでこれねその秘密は説明しますけど、これで、あとね、バッテリー、今充電してあるので、このバッテリーを取り付ければ、もうすぐにも使える状態です。こんな感じでね。これね、バッテリーね、1.5 アンペアから6アンペアまで使えます。肩紐を。はい、これで、あと長さ調節してね、この位置は変わらないのかな。とカバーはこのように、ここが、コードカッターになってて、今カバーついてますけど、伸びすぎたコードを切る構造になってます。これは絶対に外さないでください。外さなくても使いやすいです。あとこれも大事です。これもあった方が使いやすいです。今日を予算を分かっていただくのに、この説明書を見ながら説明したいと思います。で、この説明書の見方、こっちから見ていくの人が多いと思うんですよ。でもね、こっちからね見るの僕はお勧めしません。最後のページから見てください。っていうのは最初の方のページって注意書きばかりなんですよ。で、これも読まなくちゃダメですよ。大事なこと書いてあるんですけど、この辺で疲れてきちゃうんですよね、注意書き読んでると。で、大事なとこがおろそかになっちゃうんで、こっちから読んでください。こっちから読んだ方が特徴がよくわかります。で、まずこれの場合ね、回転数ですね、ナイロンコードを回す回転数、4000回転、5000回転、6000回転と3段階に調節できます。これ十分な回転です。で、大事なのは低速を使うことなんです。低速を使った場合、これ無負荷ですけどね、135分回すことができるんです。このバッテリーね、18V のが1つしか使わないんです。こっちは2つつくし、今ねもっと 40V とか大きなバッテリーのもあるんですけど、庭をやる限りはむしろ小さい方がいいんです。で、これね重量がこれかなり重いですから。で、これね、結局バッテリーを装備した時の重量が 2.8kg、 さらにこのバッテリーをもしもっと軽くしたければ2アンペアアワーもつくんですよ。 1.5 アンペアアワーと2アンペアアワーのもつきます。で、仮にこの3アンペアでも物足りなければ6アンペアアワーもつきます。仮波ですね、こういう樹脂波の専用の刃しかつきません。ナイロンコードかこの樹脂刃、どちらかです。金属刃はつきません。これでねすごいメリットがあるんですよ。普通のこっちと違って逆回転するんですよね。モーターの回転が従来のものと逆なんです。あとこの絡み取りボタンとかは、まあ今の大抵の巻き棚はついてると思いますね。ハンドル
ループハンドルっていうのがついてます。これね、すごい操作性がいいんですよ。傾けたりね、いろんなこう、動かしやすいんですね、機械をね。だからこれはやはり金属波を使わない前提なので、これでも安全に非常に便利に使うことができるというわけです。あとね、ここのね、長さがね、変わりますね。長さが変わります。あともう一つこれの特徴は、ここがね、曲がってるんですよ。これが曲がってると。これも電動機の特徴ですよね。それでモーターは、まあこっちのも同じですけど、同じではないんですけどね、まあ一応モーターは先についてると。で、ブラシレスモーターっていうのがついてる。あと、この音が小さい刃がついてるんですね。これの場合もそうです。この樹皮刃の場合も音が、騒音が小さいので、これ朝早くとかね、そういう時にやる機会がどんどん増えるんですって。こういうフェイスガードをします。これね、全然曇らないです。今試しにね、ちょっとやってみたんですけど、息をかけても全然曇らないです。これをやって、これを使ってみますね。それでこれの、その草を水して草を取るやり方、草のね、小さいうちにこれで草をやっつけちゃうんですよ。そういうことで将来種が落ちることを防ぐと。種から生えてきますから、必ずね、草っていうのは。だから種が落ちる前にこれでやるというね、除草方法ができます。草を水して草を取るやり方ができます。ではね、ちょっとあの辺の庭なんですけど、ちょっとやってみます。どうですか？ズボンとか靴とかね、汚れてないと思いますよ。だからね、汚れないから。